皆さんこんにちは、おゆきです。 TB8 通常と教習どっちも大丈夫な簡単高レア半自動攻略見ていきましょう。まあ編成はねこんな感じです。ちなみにまあこちら簡単高レアバージョンなので、まあそれとは別にまあ手動バージョンっていうのも出してるので、まあそちらの方が編成難易度は低いかなと思います。まあこちら半自動攻略なので、まあオペレーターは置くだけで、まああとは有流チェーンのスキルをまあ1回打つだけになっております。チェーンのスキルタイミングはまあ下のねアイコンのところで打ってもらって、まあ切れるまで打ってもらうっていう流れになっております。はい、てな感じでね、手動攻略の方ではまあちょっと動画のまあ見せ方みたいなものを、まあちょっとアレンジしてみて、まあなんかその、まあ感想とかね、意見とか欲しいな、みたいな、そういうね、お話をしてたんですが、こっちは、その見せ方云々なんですよね、もう。チェンのスキル1回しか打たないんで、まあこういうね、まあシンプルな、まあチェンのスキルのアイコンポーンって置いて、バーで線ピューンってね、流しとけば、もう見たままでね、あ、ここでチェンのスキル使うのねっていうのが一発でわかるかなと、まあ、思うので、まあ、特に説明することはないですね。まあ、シャーマンと、まあ、巨像なんかが、まあ、出てくるわけなんですが、ギミックの対策っていうのは一切してないですからね。まあ、ただただ、この左上にある蓄音機の周りにオペレーターを固めて、まあ、どこで爆発してもいいようにしてるっていう感じですよね。まあ、あとマドロックなんかはもう連動の暴力で、まあ、シャーマンが爆発しようと、まあ、全然大丈夫と。まあ、そして回復役は、まあ、サリアの S2 特化さんで、まあ、全てね網羅しているっていうような感じですね。まあ、しっかりとねそのどういう攻略をすれば、まあ、クリアできるのかっていうのが見たい方はもう一つの手動攻略の方をね見てもらったらわかると思います。まあオペレーターの連動に自信がない方は、まあ、蓄音機っていうね、まあ、強い味方がいますので、まあ、敵にもなるんですけど、まあ、しっかり蓄音機を制御することでこの巨像の HP を減らしていくっていうようなね流れになります。はい、ここでホリデーストーン、まあここでねサリア落ちるんですが大丈夫です。まあ、左上には蓄音機もあるし、まあ、ホリデーストームもありますから、まあ、あとはね、見てるだけで大丈夫です。はい、こんな感じでもうシャーマンはいないので、まあ、時間かかってもね、まあ、この蓄音機が巨像を倒してくれます。まあ、最後、まあ、どうしてもその、動画のような連動じゃなくて、ちょっと HP が残っちゃって、通り抜けられるっていう方は、まあ、編成可能人数めちゃくちゃ余ってると思うんで、まあ、適当にね、ブロック役を配置すればクリアできると思います。はい、それでは次は TB9 で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。